ャンジャ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 ン。藤村でございます。6月ですか、6月の頭にですね、嬉野さんとともに3日間ほど青森を旅いたしまして、その際にですね、いくつか温泉に寄ったんですけれども、青森の山中にございます酸ヶ湯温泉仙人風呂っていうのが有名なんですけどもね、そこに私入った時にですね、いやこれは今までに感じたことがないぐらいこうお湯が良くてですね、でふとその温泉場のね看板見ますと、湯治でね、昔から古くからですね湯治の場として、非常に栄えていたと、1日あたり5、6回とかね風呂に入って、それを10日間続けるということでございまして、おなるほどと、そこまでやればね、いろんな病もそれは良くなるかもしれないなんて、その時はふとねそのぐらいに思ってたんですけれども、帰り際にですね青森を離れる時にですね、いや当時一回やってみようかなと思いましてですね、いやこのご時世じゃないですか、逆に今しかできないんじゃないかと。私だってね働き盛りですよ、この働き盛りのサラリーマンがですね10日間もですよ、ただ風呂に入り続けるっていう、いや一体どうなるんだろう、そこに興味が非常に湧きましてね、ということでございましてですね、今日は7月の11日あれから1ヶ月後ですけれどもね、私、酸ヶ湯温泉やってまいりました。病というものがない私がですね10日間もこの風呂に入り続けたら一体どうなるんだろうという当時チャレンジとでも申しましょうかね、毎日ですね、動画の方逐一撮っていきますんでね、私の体に一体どんな変化があるのかということをですね、これから10日間皆さんにじっくりと、付き合っていただくという、そういうことでございます。よし風呂入り倒すぞ、よし、入りましたですよ。もっとねもちろん大きい部屋もあるんですけれども、やっぱり10日間ですか、9泊10日ですからね、それで湯治のプランみたいなのございましてですね、朝と夕食がつくと、でこれ絵を撮るったってね、もう今それぐらいしかないです、絵はほとんどね。ここで、今日から、10日間ということ、およそ20分から30分入浴をして、その後はですね、1時間以上布団に寝転がって体を休めるということですから、だからまあ30分風呂入って、1時間そこの布団で寝転がって、それが終わったらまた30分風呂に入って見に行くという繰り返しですよ。3時、ちょっと過ぎたところですけれども、今から風呂入って、3時半4時近くで1時間休んで、5時、飯は5時半から7時半まで、ということは5時からもう1回風呂に入って1時間休んで、6時半ぐらい、いい感じですね。今日2回入ります、2回。でも風呂の仙人風呂っていう方はですね、基本的に24時間入れるっていうことですからね、まあ、なんなら夜通し湯に浸かるってこともありますけど、そんなことしたら逆に体壊しますからね、今日は2回ぐらいって感じですね。よし、そうこうしてるうちにね時間終わっちゃいますからね、1時間寝なきゃいけないから行きますか、風呂早速一発目、今日は7月11日まずは、一発目、行ってまいります。よし、入るぞ、体良くするぞ。
ましたよ。一発目。20分から30分ちょうど入りましてですね。一発目からいいですね、やっぱり。まずはですね、その、かぶり湯があるんですね。冷えの湯って、冷たい湯って書く、冷たくないんですよ。それ、かぶり湯があって、まずそれをですね、かけるわけですね。かけるとですね、いきなり目がしみるんですね。俺、汗かなと思ったら違うんですね。目がしみるんですって、この成分がね。これは効いてるなと。そして続いてですね、熱の湯。熱の湯って言いましてもですね、これ、実はそんなに熱くないんですよ。40度ちょっとぐらい。ちょうどいい湯加減。これ熱の湯っていうのに、まずは5分入る。その後ですね、今度は一番奥にある、まあいわゆるここのメインのお風呂になりますけど、四分六分の湯っていうんですね。四分六分の湯。どういう意味かっていうとですね、で、この熱の湯っていうのが一番熱そうなね、熱っていう湯ですから。違うんですよ。四分六分の湯の方が熱いんですよ。で、なんで四分六分の湯っていうのかっていうとですね、その、どうでもいい話ですか？いや、これから10日間こっちはもう、これで風呂入るっつうんだから聞いてくださいよ。熱の湯さんね、これ割とその40度ちょっとなんですけど、まあ、そっちの方がね、実は、後々までずっとじんわりとあったかいらしいんですね。で、この四分六分の湯、こっちは熱の湯よりもちょっと熱いんですけれども、逆に意外と後々まで熱くない。それがいわゆる熱の湯に比べたら四分六分ぐらいでこうぬくまる、最終的にはぬくまるっていう、そういう意味らしいですね。四分六分の湯の方が熱いのに、このぬるい湯の方が後々までポカポカとすると。だからまあメインはどっちかっていうとこの熱の湯っていう方になるんでしょうね。で、四分六分の湯、こちらの方にですね、また5分ほど入りまして、次にですね、滝の湯っていうのがありまして、まあいわゆるこう上からねこう来てる打たせ湯ですね。あれにこうですね、患部をですねこう当てるみたいなことを書いてありまして、これがね案外気持ちよくてですね、こう5分以上多分俺やってましたね、あそこが。まあずーっと気持ちよくてね。で、私基本的にですね、体はそんな悪くないんですけれどもね、いや悪いとこありましてね、私痔です、ね、大泉さんが昔ね、それこそ湯治の旅なんて言ってましたけどもね、私の方が今ひどいんじゃないでしょうか。皆さんよくほら、辛いものを食べるとね、肛門が痛いなんてことをおっしゃいますけれども、私あれが昔からどういう意味なのかよく分かんなかった。なんだってこっちは常に痛いですからね、そのだから、その特にそのね、辛いもの食べたって、ああこんなもんだよな普通はなっていうぐらいな感じですよ。だからよく分かんなかったっていうぐらいにね、私ね、痔なんですよ。で、このね、滝の湯を患部に当てるといいなんて書いてありますけれどもね、痔ですからね、肛門ですからね、肛門あんなとこでこんなことやってね、あ、直接当てるわけにいきませんからね、それはやめときましたけどもね。これね、多分俺なんか肛門すごく良くなるような気がする。それは10日やれば多分これかなり良くなるんじゃないかな。まあちょっと肛門メインでね、ちょっとその進捗状況の方、当時のね、見ていきたいと思いますよ。なんてなことをね言ってる間にね、もう4時半になっちゃいますから、これ一回ね寝ないと、で5時過ぎにはもう一回入らないといけませんからね。いや、またあの湯に入れると思ったらなんかすごい良かったな、やっぱり。いや、それでね、ほんとポカポカなんですわ。じゃあちょっとね、うわ、布団もういいじゃない、これペロッとしたやつがね、これはいいぞ。ああ、これなんだい。風呂入ってさ、風呂入った後にあんたなんだい。こうやって寝てていいって、こんな天国みたいなことあるかい。これで体が良くなるのか。すごいな。
ね、こうやってねゆっくりとね寝ることによって、その今ねこうお湯に浸かってきたその成分っていうのが今こう活発にこの体の中に入るらしいですよ。だからゆっくりとこう布団に今寝てるようで、実は非常に活性化してるっていうことなんですね。これはいいぞ。5時を過ぎましたんでね、本日2回目風呂行ってまいります。意外とせわしいですねこれね。明日6回入るから、行こうか。現在7時40分という、私2回目のお風呂に入りましてですね、その後夕食をいただいてまいりました。夕食はね、写真撮ってまいりましたんでね、こんな感じ。ホタテのお刺身になんかうなぎありましたね。それからあれでしたな、バラ肉なんかね、十和田の名物あれでしょ、なんかバラ肉のね焼いたやつ、あれいただきましてね、もうちょっと美味しかったですよ。いいですね、なかなかね、やっぱりね。で、ちょっとすみませんね、今回お酒あんまり飲むつもりはないんですけどもね、前回池田町でね、いただいたワインをね、ちょっと持ってまいりましたんでね。まずは、当時1日目終了。今回はですね、今日はまだね、午後3時に着いたばっかりですので、今日のところは2回入りました。なんですかね、お風呂に入って布団にコロって寝っ転がるとね、ものすごく何でしょう、体がじんわりとねいい感じになるんですよ。なんかいや、これは明日から楽しみだな。これ朝っぱらからやるわけですよね。今のところのね計画ではね、まあ5回ないし6回っていうことなんで、まあ最大限6回、明日入ろうと思ってますよ。で、朝一体何時に起きるかっていうことですね。朝はですね、6時45分から朝食、そして8時から、朝8時から9時の間は仙人風呂、でかいとこね、あれは、女性専用になるということですね。私早く寝てですね、今のところですよ、今のところの計画では5時に起きてやろうかと。5時に起きて、そして1時間半ほどこうウォーキングをしてやろうかと。で、その後帰ってきて、朝食食べてからの風呂と、これをなんとかですね8時までに、終えたいというですね感じですね、ギリギリね。そうすると8時から9時の間あそこの大きなお風呂入れませんから、その間はじっくり休む。だから8時までの間にウォーキングをして朝飯を食って風呂に入ると、ここまでをやりたいなと思っておりますね。この後はですね、YouTube 生配信ありますんでね、生配信やりましょうかね、よしよし。さあ、どうも、はい、藤村でございます。どうも、嬉しのでございます。ここはですね、青森酸ヶ湯温泉でございます。そうだそうだ、これ今カメラ回しよう。どうしたんですか？今ですね、今、ごめんなさい、カメラ回すの忘れてました。とにかく硫黄泉ピリッとくるってあなたおっしゃるみたいに、やっぱり殺菌作用強いですからね。うん、やっぱりその幹部にはいいんじゃないですか。はい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 。で、あと当然ながら温浴ですからね、こう血行は良くなりますからね。地主にはいいんでしょうね。いや、いいんじゃないですか。それはね、ビンビン感じております。
もうすでに。これ、入浴30分、うん、で、ごろ寝1時間というのをですね、やってるとですね、嬉野さん、うんうん、意外とこれ、世話しないですよ。あ、そうですか。意外と時間って早いですよ。まあ、今日早く寝て。寝て。まあ、だから、5時に起きて、ウォーキングをして、6時45分一発目からもう朝飯食って30分食ってんで、その後ですね、あの8時から9時までがご婦人専用になっちゃうんですよ、あの風呂が。だからその8時までにウォーキングと朝飯と風呂を終わらせようかと思って。もうそれはもう、もうなるほど。で、9時からまたスタートっていうことでね、これで、いや、でもこのぐらいのスケジューリングでいかないと6回いけないんですよ。すごいですね。その辺もなんかのんびりした感じないですね。ないです。なんならそのゴロネもなんか大してゴロネ感ないですよ、なんか。くれぐれもあのあそこの効能書きに書いてあるそのお湯の入り方でやってるさ、あんた。やってます、そうですよ。ねえ、だからその倍入りや倍行くだみたいなことじゃなくて、いや、そんな、ね、そんなバカみたいなこと思ってますよ。教えに乗っといてやってますね。あの、お湯、だから僕、これから10日間体洗わないんですよ。洗ったって別にいいでしょ。いや、洗っちゃダメなんですよ。え、そうなんですか。洗っちゃダメなんです。こう、いろんな成分がですよ。うん、こう寝てる間に、これ寝てるんじゃなくて、一番活躍してる時らしいですね。それが今体の中にじわーっとこう染み込んでいる。なんかね、いろんなものがね、こうみなぎってくる感じしますね。これを1日6回も味わえるのかと思ったら、私も明日からは楽しみでしょうかね。だから60回味わうわけでしょ、10日いるから。そうですね。ね、かける10ですから。これ10日経ったら俺どうなっちゃうんだろうっていうね。そうですね。あなたじゃなくなってんのかな、なんか。そうだ。なんか綺麗なご婦人かなんかなってたりするんですか、なんか分かりませんけど。やっつやでね。楽しみですね。楽しみです、楽しみです。いや、これね、僕10日間やってね、本当によかったら先生もね、ぜひやってみてください。これ、今、必要だと思いますよ、多分この年齢で。もうやった方がいいかもしれないですね。これはね、これからやっぱりね、さらに体がこう弱まっていくっていう、うん、この我々の年代の時に一度こうね、リセットしておくっていう、リセットまでいかないにしてもね。で、これ年に1回、これから1回やると多分ね、僕、来年、再来年とね、年に1回は来たいみたいになるんじゃないか。なるほど、癖になる。予感があるんです。うん。で、あの、今日の配信はもうすぐ、これ9時過ぎちゃいますとですね、あ、やはり9時以降は、あの、もうこうね、あの、筒抜けですから、なるべくお静かになっている。まあ、それはそうですね。張り紙もあるぐらい。ね、じゃあ、本日はこの辺で、また来週お会いしましょう。ご苦労様でした。ね、はい、また明日から頑張ってください。ありがとうございました。はい。スカユから中継でした。はい。